こんにちは、ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、Fly Me to the Moon を使って SUS4 コードっていうのをうまく取り入れてアドリブに活かしましょうっていう動画です。で、今デモ演奏を見ていただいたんですけど、早速ね、この譜面を見てみましょう。はい、デモ演奏の時には何にも印とかついてなかったんですけれども、今見るとですね、この赤い四角で囲まれて何やらね、 E-SUS4 とか A-SUS4 とかいろいろ書いてあるんですけども、今日はですね、これを簡単に説明していきます。はい、じゃあ早速次のね、譜面を見てみましょう。はい、じゃあこの譜面なんですけれども、今日はですね、この3つ各段に分かれてるんですけど、 Am、 F メジャー、それから G ドミナント7、この3つのコードね、たくさんそのフライミーには出てくるので、これを向かって右の方のね、SUS4 に変えていきましょうというですね、概念なんですね。で、早速説明していきたいんですけれども、次の譜面見てみましょう。はい、じゃあ例えばですね、 Am7 ありますね。これだったら普通にコードを追いかけるんだったらという音なんですけれども、これを頭の中でいろいろな SUS4 に変えていこうということですね。 SUS4 の作り方はおそらく皆さんも知ってると思うので割愛します。じゃあはじめですね、これをどうやって変えるかというと、例えば A-SUS4、G、E、D って全部これ SUS4 に変えていくんですね。じゃあちょっと弾いてみましょう。 A-SUS4、 G、 E、で、はい、ということなんですけれども、ここでいくつか気づくことがあるんですけれども、この調はね、Am、もしくはまあ C メジャーですか。なので、シャープもフラットももともとついてないんですけれども、こうやって SUS4 を作っていくときにですね、まずおすすめなのは、シャープもフラットも1個もつかないものを、自分で作り上げると。はい、そうすることによってですね、頭が混乱しなくなるのでいいですね。で、目的というか、なぜこの、こんな風に SUS4 にわざわざ頭の中で変換して、演奏するかというとですね、音がこうステップ状に、例えばラシドレミとかじゃなくてラレミラとかこう飛ぶんですよね。音を飛ばしていくと。はい、それで、初心者とか中級者のうちはですね、どうしてもやっぱりそのステップ上、つまりスケールっぽくなっちゃうんですよね。ラシドレミファソラシドレとかね。なので、それを一歩だけ抜け出す、そこから一歩だけ抜け出すときにですね、皆さんアルペジオとかいろいろ考えると思うんですけれども、それのちょっと一風変わったサウンドが出るっていうことで、僕はこの SUS4 の練習をおすすめしてます。はい、じゃあこの譜面に戻りましょう。それで一体どんな SUS4 に変えればいいのかっていう問題なんですけれども、これもすごく奥が深くてですね、一言には言えないんですよ。ものすごい説明に時間がかかっちゃうので。で、とりあえず今日の段階では、ここに出ている、この譜面に出ているものですね。これを、一応覚えちゃおうということでですね、その方が手っ取り早いです。で、なんでそうなるかっていうのは、また後日考えればいいので、とりあえずこのサウンドをね、確立させてですね、ご自分のソロに活かしてみましょうということです。
はい、じゃあこの譜面に戻りましょう。赤で囲んだところ、すべて SUS4 に僕は変えております。なので、もう一回ね、デモ演奏を、この譜面を見ながら、聞いてみましょう。はい、どうぞ。で練習の時のコツなんですけれども、その1、熱くならない。熱い演奏をするとですね、これらの、SUS4 とかがポーンと頭から抜けちゃうので、あくまでも冷静に微動だにせずにですね、考え抜いて考え抜いてゆっくり弾くっていうのがまず第一です。で、2番目のコツは、例えば今日 SUS4 の練習してますけども、 SUS4 を練習するぞって集中するとですね、この全体的なアドリブの全体的な話をするとですね、音楽的に何て言うんだろうな、こう起承転結とかがあまりつけられないと思うんですよね。なぜかっていうと、機械的に練習しなきゃいけないので。なのでさっきの僕のデモ演奏もそうなんですけれども、ものすごい機械的だったと思うんですよ。なので起承転結とかそういうのもなくなっちゃうと思うんですね。なんですけども、それが練習だと思うんですよ。目標を達成するためだったら、他のものをとりあえず忘れて、それだけに集中する。今回で言うと、SUS4 だけに集中して練習するっていうのがね、一番効率だと思いますね。はい、じゃあこの譜面なんですけれども、下の概要欄にですね、ブログのリンク貼っとくので、そこに PDF で貼っとくので、欲しい方はね、ダウンロードしてください。C 譜面と B フラットと E フラット譜面全部載っけときますので。はい、それじゃあまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。